どうも、カタラクトです。今回もメンバーシップの方にいただいた質問を動画で回答していこうと思います。何か質問がある方はメンバーシップに登録してみてください。では、早速参りましょう。では、メイトさんの質問です。いつもお世話になっております。以下、質問です。増量期にもかかわらず、カロリーを気にせず爆食いしたいなと思うことがしばしばあります。いつかストレスで食べてしまうよりは、意図的に食べる日を作ろうと思うのですが、 これはなぜかく少ない方がいいです。もうこれ元も子もないんですけど。というのも、増量期の食べ過ぎで太るリスクってダイエット中よりも高いんですよ。これ結構勘違いしてる人が多いんですけど。ダイエット中って元の食事が少ないんで、たまに食べ過ぎるぐらいだったら全然取り戻せるんですよね。 でも増量期ってそもそもがオーバーカロリーその筋肉はそれは増えるけど太るぐらいカロリーを取ってるわけなのでそれプラス食べ過ぎたらまあ結構食べ過ぎが加速して太るのが早くなっちゃうんですよねなのでなるべく少なくした方がいいもう月1とか2、3週間に1回とかそのレベルに抑えた方がいいと思いますね週1とか定期的に食べ過ぎるのは あんまおすすめしないです。あまりにもカロリーオーバーするのは。で、どうしても週に1回は食べ過ぎたいなというのであれば、まあその後、2、3日とか、定期的というか短期的にダイエットした方がいいと思いますね。要は増量期の食事、たまに食べ過ぎる、また増量期に戻すんじゃなくて、 増量期、ドカ食いしました。そしたらまあ2、3日ダイエットする。そしたらサイドに、最後、サイド増量するみたいな。細かめ、細かめってすごい表現あるなんですけど。<laughs> すごい短期間のダイエットを食べ過ぎた後にする。 っていうのをおすすめします。あんまり頻繁に食べ過ぎるのはおすすめしないです。特に増量期は。では次、猫、ね、猫さんの質問です。質問です。片倉さんは筋トレの1セットあたりの回数を動かそうとしても動かせない一歩手前までとおっしゃっていますが、これは正しいフォームでできない一歩手前までと同じことでしょうかよろしくお願いいたします。 おっしゃる通りです。正しいフォームでできなくなる一歩手前までという形ですね。基本的にはフォーム、正しいフォームでやることは大々大,大前提、筋トレでは特に。なんで正しいフォームじゃなきゃダメなのかって言ったら、まず狙った筋肉を使うことができない。胸のトレーニングしてるのに腕ばっかり来ちゃうみたいな。っていうのと、単純に怪我のリスクが高くなるみたいな。 ものすごいなんか反動を使ってガシャンガシャン乱暴にやるとまあ確かに重たいものは持ち上げられたとしても怪我のリスクがめちゃくちゃ上がるんで特にスクワットとかデッドリフトとか高重量を扱う種目だとでかつ腰への負担が大きい種目だとちょっとフォームが崩れたフォームであちょっと崩れたフォームでやるだけで腰が開いたって痛めちゃうんですよね。 なので基本的には追い込むというか自分の限界に挑戦するというのは大事なんですけどそれは正しいフォームでっていう条件付きでだと思ってくださいで正しいフォームだとしてもまあ個人的にはスクワットデッドリフトはそんなに追い込みすぎない方がいいかなと思いますねそれ以外の例えばダンベルカールとかマシーンの種目とかギリギリまで追い込んでも差し支えない種目であれば 新しいいいいいフォームでで限界まま追い込んだ方がいいと思います。スクワット、デッドリフトとか、怪我のリスクが高い種目は、まあ、限界の2、3歩手前ぐらいで追いちゃった方がいいと思いますね。その分、セット数増やすみたいな、ダンベルカールは3セット、スクワットは4セットみたいな、その回数で追い込むというよりは、ちょっと手前で終わらせて、1セットあたり軽めでフィニッシュして、その分、セット数を増やすっていうのを、 スクワットデッドリフトはお勧めします。では次、ポンカさんの質問です。こんにちは。いつもありがとうございます。ダンベルを使った自宅での筋トレを週2でしているのですが、ブルガリアンスクワットをしたら筋肉痛が3日くらいずっと治らず続いているのですが、何か原因があるのでしょうか回答よろしくお願いします。これはポンカさんがまだ筋トレ初心者だから起こることだと思いますね。ブルガリアンスクワットって、 もうお尻の筋肉とかめちゃくちゃ伸びるというか、かなりストレッチがかかった時に負荷がかかる種目なので、そういう種目って筋肉痛が結構残りやすいんですよね。デッドリフトやった時の太ももの裏とか、ブルガリアンスクワットだったらお尻とか、ベンチプレスだったら胸とか、そういう筋肉が伸びた時に負荷がかかる種目ってのは筋肉痛がもともと残りやすいんですけど、 それに加えて筋トレ初心者の人、それまで筋トレを頻繁にやってこなかった人って筋肉痛が結構激しく起こりやすいので、この二つの影響が掛け合わさって、ポンカさんは今筋肉痛が超激しく長く残ってるんだと思います。初心者であることと、種目の問題。ただこれは結構改善されますね、後々。要はトレーニングって続けていくと筋肉痛になりづらくなってくるんですよ。 同じ種目、同じセット数でやってても。まあ、なので、今は、ちょっと筋肉痛が残りやすい時期だから、ま中3日4日とか回復の時期置いてやっちゃって、でやってったら、あ、なんか筋肉痛にならなくなってきたなってなると思うんです。そしたら、その中の休み時間を詰めてやるようにすればいいんじゃないですかね。なので今は、まあそういう時期だと割り切って、あんまり頻繁に足トレやらない。治りが早くなったら、 中の休憩時間を詰めてやっちゃえばいいんじゃないでしょうか。では次、Y さんの質問です。早速の質問で失礼します。パーソナルトレーニングを受けた後に皮膚表面が点々と赤くなって内出血してしまいます。特に右腕、上腕です。痛みも痒みも全くないのですが、よくあることなのでしょうか。 力の入れ方にどこか無理があるのでしょうかもし防ぐ方法があればご教示いただけると幸いです。内容は下半身のみ、腕はバーベルスクワットで使いました。先生も様子を見ながら行ってくださり、トレーニング強度はまだあまり強くないように感じます。よろしくお願いいたします。これはあるあるだと思います。おそらく右腕上腕っていうのは胸側、鎖骨側じゃなくて肩の方、 これは多分バーベルを背中に乗せてスクワットをやったからそこの何すかね、重りに負けちゃって肌が赤みが出たというか内出血しちゃったんだと思うんですよ。で、これ特にパワーリフティングめちゃくちゃ重たい重色でスクワットをやってる男性とかも、あ、あるあるってすごい頷いてると思うんですけど、重たいものを乗せると結構内出血って起きちゃうんですよね。スクワット とか、あとはヒップスラストとかやっても結構高重量やると、股関節周りが赤くなっちゃうみたいな。まあただヒップスラストはその露出しないんで、その股関節の部分で、なかなか問題にならないんですけど、スクワットとかってね、結構乗せる部分って、それこそ水着とか着たらもうパッと目についちゃうので、気になる人は気になると思うんですよ。なので、これは慣れとかで解決する問題ではないので、皮膚がもともとすごい薄くて、 内出血しやすい人っていうのはずっと内出血しやすいままなのでむしろなんか後残っちゃうとか嫌なことが起きる可能性があるなので個人的なおすすめとしてはバーベルスクワットをやめちゃうで何すればいいんですかって言ったらランジにする例えばバーベルスクワットって両足で行う種目じゃないですか,だから両足でやるからそのより重たい重量を持ち上げることができるんですよね 人人よりも,1人よりも2人の方が重たいいものを持ち上げるじゃないですかそういうでただ、ランジっていうのは、片足で行う種目なので、その重たいものが持ち上げられなくなるんですよ。2人から1人に減るんでね。ただ、その筋肉にかかる負担ってのは大きいんですよ。その片足でやっても、その片足にかかる負荷はスクワットに負けないぐらい重たい負荷がかかる。でも 背中に乗せるバーベルの重さは1 2分の1以下になる。つまり、内出血のリスクを半分以下に抑えながら、筋肉への負荷は同じ。もしくはそれ以上にどんどん増やすことができる。ので、個人的には内出血しやすい人は、バーベルスクワットとか、両足の種目にこだわらずに、ランジーとか、ブルガリアンスクワットとか、片足の種目にやった方が良いと思います。でもし、ランジーでも、 その重量を下げたものを背中に乗せても内出血しちゃうのであればそれはもうダンベルの種目に切り替えちゃった方がいいと思いますねダンベルだったらそもそも肩に乗せないんで手で持ってるんでその肩で赤みが出るっていう心配ゼロだからそういうふうにした方がいいと思いますあとはマシンとかですねまあ女性でこれは特に露出の多い人ではこれ悩みがちな問題なので まあ、バーベルスクワットはやめた方がいいのかなと思いますね。ジムの設備的にマシンがないんだったら、さっき言ったランジとか、ダンベルを使った種目に切り替えちゃうことをお勧めします。そうすれば問題ないでしょう。では次、ズー28、モズさんの質問です。初めて質問させていただきます。5月16日から片倉さんにいただいた PFC でダイエットを始め、6 6キロから今日の段階で6 2 5キロ 6月からジムにも通い始め、見た目も引き締まってきました。嬉しい。ありがとう。ただ、腹筋の3行目がまだ顔を出してくれません。このままダイエットを続行するか、増量に変えるか、どちらがいいでしょうか。ズうずうしくも細マッチョプラスが目標です。ダイエット続けちゃった方がいいんじゃないでしょうか。基本的には腹筋を見せるためには、まあ、お腹の筋肉を肥大させるか、脂肪を落とすかって話になるんですけど、 まあ、お腹は基本的に脂肪を落とした方が手っ取り早いとか効果的なんで、いくらお腹の筋肉が肥大しても脂肪がついたら見えませんからね。めちゃくちゃマッチョなボディービルダーでも、やっぱ減量が進んでいかないと結局腹筋って割れてこないんで、やっぱりお筋肉を大きくすることよりも脂肪を落とす方が優先順位高いんですよ。で多分モズさんは、細マッチョプラスって書いてある通り、 引き締まったマッチョってのがご所望だと思うんでね。もう脂肪はついてもいいからマッチョってよりは、とにかく引き締まったマッチョ。まあそしたらとにかくまずは痩せることの方が優先順位高いので、まだダイエット続けた方がいいのかなと思いますね。で、その後、その後というか腹筋が割れて見えるようになった後に増量すればいいんじゃないでしょうか。基本的にはダイエット優先。その後、目標達成後に増量することを おすすめします。目標達成しないで増量すると基本的に脂肪がついて腹筋もどんどん見えなくなってきちゃうので。なので、そしたらモズさんの理想の体型から離れてっちゃうと思うんですよ、逆に。なので、まず痩せた方がいいんじゃないですかね。ダイエット続行することをおすすめします。では次、焼肉食べたいさんの質問です。片倉さん、こんにちは。今日も質問させていただきます。食後から筋トレまではどの程度間を空けた方が良いですか 平日は仕事の関係で夜ご飯が遅いことも多く、ジム行きたいけどご飯食べたばっかりだからなと思い散歩で済ませてしまうことがあります。最低丸時間空ければ OK の目安を教えてください。よろしくお願いします。これは食事の内容によりますね。そのトレーニング前の食事の時間って、食べたらトレーニングしちゃダメというよりは、 あんまり感覚が狭すぎると気持ち悪くなっちゃうよねってすごいシンプルな理由なんですよ。なので、晩ご飯が例えば、まあそういう人いないかもしれないですけど、バナナ1本とか、それだったら全然その消化間に合うというか気持ち悪くならないと思うので、だったら1時間以内とかでも全然問題ないと思います。逆に、お名前みたいに焼肉食べたら結構胃が持たれて気持ち悪くなっちゃうと思うんで、 そしたらまあ2、3時間とか空けた方がいいんじゃないですかねっていう。だから、食事の内容次第なんですよ。なので、焼肉食べたいさんも、軽めだったらやっちゃっていいんじゃないですか。遅かったら、迷いますけど、でもそれでもやった方がいいです。要は、トレーニング後に、ちょっと気持ちが、胃が持たれてあんまり激しくできなかったとしても、散歩で終わらせるよりは、筋トレがっつりやった人の方が、体って綺麗になるので、 なので、多少晩ご飯が遅れてしまったとしても、ジムには行った方がいいと思います <laughs>。って感じ。最低何時間開ければ OK っていうのは、今言った通り、軽めだったら短くて OK。重めだったら2、3時間開ける。まあ、どちらにしても気持ち悪くなるな、気持ち悪くならないくらい開けるもんだと思っておいてください。 では次、カンパチさんの質問です。食事についての質問です。現在ダイエットを始めて12日目、PSC P120、F40、C159、1450 14カロリーを決めていただいてから4日目です。 今まで1日2食でたまにドカ食いのような極楽食生活をしていたので、1日3食でタンパク質を 120g 取るのがかなりしんどいです。カロリーも平均 1300kcal くらいしか取れません。量を食べるのもあまり得意ではなく、1食で 25g 取れたらいい方なのですが、続けていけばや慣れて増やせるのでしょうか。 みんな PFC ちゃんと守れてるし、自分だけできてないという気持ちになってしまいます。慣れていくかって言ったら微妙です。慣れる人もいるし、慣れない人もいる。だからもしカンパスさんが慣れない人の場合、続けても増やせない可能性があります。なので個人的なおすすめとしては、食事の回数を増やす。今も1日2食なのかわかんないんですけど、2食で必要な栄養素を取り切るのってめちゃ厳しいんですよ。例えば、 4人前の焼肉を1食で食べきるのと4食で食べきるのだったら4食の方が楽なのは何となくわか,かるじゃないですか1回の量が少なくて小分けにしてるから1回で4人前一気にガツンと食べるのってまあきついと思うんですよねそんな感じに同じ食事上でも分割した方が食べやすいんですよねでカンパシさんが今 目標量クリアできないことに悩んでるんだったら食事の回数を増やして1食あたりの量を減らした方が良いと思います。まあ、3食、4食とか。で、4食増やすときも別に均等に分けなくていいんで、すべての栄養素で同じように取るんじゃなくて、例えば4食目はタンパク質しか取らないみたいな、メインで3食食事取って、残りの1食目は、4食目はプロテインだけ飲むとか、そういう分け方でもいいので、 食事の回数を増やして対応することをお勧めします。で、みんな PSC ちゃんと守れて自分だけできてないなんてのは全然考えなくていいですね。あとは、みんな大事なのって自分に合った方法を選ぶことなんですよ。他の人がやってる方法が自分に合うとは限らない。他の人だったら逆に一回の食事量が少なくて耐えられないですっていう人もいるんです。お腹が逆に空いちゃうみたいな。そういう人は 逆にカンパシさんみたいに食事の回数を減らすっていうのが良い対策になったりするんですよ。いや食事の回数を減らして一食の量を増えればあまりお腹が空かずに済むんでね。そんな感じに全く、このダイエットって一くくりに言っても方法ってのは異なるし、人によってやらなきゃいけないことってのは全然違うので、人と比べなくて全然いいと思います。カンパシさんにはカンパシさんに合った方法があるので、その方法でやっていきましょう。 で、自分の努力を評価する。他人の努力は、まあ、ぶっちゃけ気にしなくて <laughs> いいと思います。無視でいいと思いますよ。そんなね、今、食事に気をつけてる時点で、自分はすごい頑張ってるって評価してあげていいんじゃないでしょうか。実際そうですしね、何かやっただけでも自分はすごいんだっていうふうに思ってあげておいと思います。では次、戸沢いつきさんの質問です。片倉さん、いつもありがとうございます。片倉さんは食べ過ぎても、 いつも通りの食事にしたらすぐに元通りと教えてくれましたが、いつも通りの食事は、片倉さんがおすすめしている食べる日の食事も日も含んでいますかこれは含んでいますね。食べる日も含みます。この食べる日っていうのがわからない人のために言っておくと、僕は1週間のうち、例えば5日間ダイエット頑張る日を設けて、2日食べる日、 ダイエットの時よりも多い食事でも問題なく痩せますよっていうのを前動画で話したんですけどこのように1週間で毎日頑張んなくても5日間頑張ってれば2日休んだとしてもすぐ取り戻せます食べ過ぎた後に食べる日を設けてもっていう感じですね まあ食べ過ぎたことをすごい責めちゃう人が多いんですけどうわもうやばいやばい次の日から断食しなきゃみたいなそこまでストイックに基本的にやる必要ってないんで食べ過ぎたとしても人間限界があるんでその無限に太るレベルの食事量をいける人ってフードファイターじゃない限り無理なんで基本的にはまあ次の日以降いつも通りの食事に戻せば すぐ取り戻せるんで、特別な対策はせず、いつも通りの食事に戻すっていうのをお勧すすめします。食べ過ぎた後は。では次、あいちゃんさんの質問です。こんにちは。いつもお世話になっております。片倉さんおすすめの可変式ダンベルの商品ページには、4キロから4 1キロのものと、2キロから2 4キロのものとありますが、 重たい方が男性向け、軽い方が女性向けですかよろしくお願いします。まあ、一応イエスですかね。重たい方が男性向け、軽い方が女性向けという認識でも良いです。ただ正確に言うと、これは、その人の扱える重量次第なんですよね。例えば、重たいものが持てる女性なら、男性ぐらいに、一般男性よりも全然トレーニングを熱心にやっていて、重たい重量を扱えるなら、 女性ででもももから41キロのものでも良いいと思います。逆に男性でも全く運動経験がなくてトレーニングやってる女性よりも軽いものしか持てないのであれば2から24でも十分だと思います、まあ、ただ一般的に男性の方が体は大きくて筋肉が多いので男性はまあ4から41ぐらいがいいよねっていういつか4 1キロが必要になる時期が来る可能性が高いから で、女性はそもそもマッチョになる目的がなくて、細身で良いです、そんな筋肉つけたくありませんだったら、まあ、2から24でも十分になることが多いので、すごい話が、回 <laughs> りくどって同じ結論戻ってくるんですけど、結局まダンス、ま重たいのが男性向け、軽いのが女性向けって話になりますかね。まあ、だだそれ人のトレーニング経験とか、トレーニング、 能力、重たいものを持てるかどうかで決まるもんだと考えてください。全然女性でも重たいものを買っても良いと思います。では次、森川さんの質問です。いつもお世話になっております。筋トレのヒップスラストについて質問です。通ってるジムにスミスマシンがなく、ヒップスラスト用のマシンでトレーニングしていますが、大電筋よりも先に大体非頭筋に限界が来てしまい、重量更新できません。 重りアップレートで調整。足は傾斜のついた鉄板に置くタイプで、背もたれの角度や位置は調整できません。大電筋に効かせるために筋トレ時、気をつけることや注意点があればご教授いただきたいです。よろしくお願いします。これは足の位置が良くないんだと思います。要は鉄板につく場所が良くないってことですね。ヒップスラストは足のつく位置がお尻に近すぎると、 腿の前に来ちゃうんですよ。要は、かかとの位置がすごいお尻寄りってことですね。そうじゃなくて、お尻からちょっと遠い場所に足を置くようにすればいいと思います。鉄板のプレートの結構上の方に置く感じ。そうすると、お尻とか太ももの裏とかに負荷がかかりやすくなるんで。で逆に、足の位置が高すぎると、足の位置がお尻から遠ざかりすぎると、今度は、 お尻というよりはなんか太ももの裏というか膝裏に来ちゃうって話になっちゃうのでそしたら今度は逆にお尻に近づけるそんな感じに足の位置を調整して要は前後に位置を変えることでもも前にもそんなこず太ももの裏にもそんなこずお尻に一番負荷がかかるポジションを探すようにしてみてくださいでは次知事さんの質問です 減量時 1350kcal ロロ、7月1日から増量期としてジムトレを胸、足、肩で分け、各中3日明けで週5、6日、食事は数日体重が変化がないと、プラス 100kcal ロロしながら、今 2000kcal 取ロロっています。なぜか月半ばで体重が激減したことがあり、 2週間平均を見ると7月1日と7月29日の体重が同じです。体脂肪率だけ0.5%増えました。トれはウェイトや回数は増えていってます。どうしたら筋肉は増えるのでしょうか。今のペースでも筋肉は増えていくと思うんですけど、体重変化がなかったらプラス200キロカロリーすることをお勧めします。要は、今1800の食事をしている人は、 体重が停滞したら2000にするみたいな感じですね。で、ただちょっと気になるのが、今、数日体重変化がないととのことなんですけど、これが日々の体重なのか、2週間の平均なのかでちょっと話が変わってきちゃうんですよね。この2週間の体重の平均が動かないから、プラス200するってのはいいんですけど、日々の体重がちょっと動かない気がするから、 プラス200するだと食事の増やすペースが早すぎちゃって一気に太っちゃう人が多いんですよ。体重も、から減量期もそうなんですけど増量期もその緩やかにバーって上がっていくんじゃなくてたまになんかあれ停滞してるかもいやそうじゃなかったわ上がってるわっていう感じにヌルヌルヌルって上がっていくものなので1日2日の体重だけを見て食事を増やしたりすると過剰に食べすぎちゃうことがある。なので 2週間の体重の平均が増えなくなったら、プラス200をするっていうのをおすすめします。食事を増やすペースを緩やかにするって感じですね。で、1回食事を200プラス200増やしたら、まあ、ほとんどの人は体重が増えていくんですけど、それでも体重が増えない気がしても、3週間は。 放置した方がいいです3週体重をあ食事を200少し1回でも増やしたらその後3週間は何があっても食事は増やさないってことですねでそこから体重が3週間経ったとも増えなかったらさらにプラス200っていうのをおすすめします食事をだんだんと運動量が一定なのであれば食事をだんだんと増やしていけば筋肉は着々と増えていくのでちょっと短期間で 変えすぎないことそれだけを注意してやってみてくださいでは次ケルン翔一さんの質問ですこれ今日最後の質問ですねいつもお世話になっています久しぶりのコメントですが質問ではなく質問ではなかったです感謝コメントさせていただきたいです現在は4ヶ月の減量を終えて増量を始めて1ヶ月経ったところです今のところ大きく体型を崩すこともなく順調に増量できています これも片倉さんのおかげです。ありがとうございます。とんでもないです。私は現在大学院生で、この前学会になるもので研究成果の発表をしてきました。すごいですね。そこでは満足のいく発表ではなく、悔しい結果になってしまったので、次は頑張ろうと決意しました。ここでふと気づいたのが、ボディメイクを始める前だと卑屈になってやってらんねえとか思っていましたが、 ボディメイクを始めてから物事を前向きに捉えたりすることが多くなりました。以前、片倉さんの動画でも精神面にも変化はあるとおっしゃっていたかと思われますが、こんなに変わるとは思ってもいませんでした。これからも健全な心と体を目指し、精進してまいります。本当に片倉さんに出会えてよかったです。とんでもないです。すごい頑張りましたね。ケルン・ショウイスさんの努力が、 報われたようで何よりでございます。発表はね、残念な形になったかもしれないんですけど、次ぜひ頑張ってください。筋トレね、この効能って本当にあるあるなんですよ。まあ、ダイエットのために、やっぱ効果的なんで筋トレって筋肉を維持して、体を引き締める効果があるから、ダイエット専門のトレーナーとして筋トレをおすすめすることは多いんですけど、こんな感じに人生において、めちゃくちゃいい影響があるんですよ。 自分の努力が報われる経験をした自信につながるとか、まあ、単純に体型が良くなるから自分に自信を持てるようになるとかねだからダイエットのなだけじゃなくてより人生を良いものにするために気持ちよく生きれるもののために筋トレってぜひおすすめなので今回のケルーン・ショウイスさんみたいに思わぬことで救われたりするんでねこういうトラブルとか何かに壁にぶつかった時,ぶつかった時とか あのぜ,ぜひダイエット以外ダイエットにそんな興味がない人も筋トレは一度やってみることをおすすめします。それだけでもねだいぶ人生が良いものになると思うので結構お世辞抜きで僕もこういう経験したことあるのでその昔僕すごいひょろひょろだったんですけど <laughs> 筋トレしてなんかそこそこ筋肉ある状態になったんですけどやっぱそうなるだけでも結構自信につながるし服を着てただけでも適当な格好でもなんか様になる。 と思ってるんですけど、自分では勝手に <laughs>。っていうことがあったりするので、ぜひ一回筋トレはやってみてほしいなと思いますかね。ケルイン・ショー・イーシさん、改めておめでとうございます。ダイエットというかボディメイクの専攻次は学会でも成功できると良いですね。といった感じで今回の質問は以上になります。何か質問がある方は専用のコミュニティ投稿の方へ。 よろしくお願いいたします。それでは長い時間お付けありがとうございました。お疲れ様です。